はい、えー、どうもミスター x ですいやー中田敦彦さんやっぱりすごいですねオリエンタルラジオあっちゃん、えー、改めましてミスター x ですよろしくお願いします、えー、オリエンタルラジオの中田敦彦さんの you 大 YouTube 大学 YouTube 大学これをね、えー、今日午前中2020年の、えー、11月12日ですか に、えー、午前中にね見ていて禅っていうテーマのねあのー、YouTube 大学の動画を3本ワンセット3本ワンセットで配信されていて今2本目を見てるんですけどその中の気づきがあったのでシェアしたいと思いますえー、まあ禅って座禅の禅 なんですねこれ宗教から発生した考え方で、まあ、総当宗とか臨済宗とかそこら辺が、えー、起源だということで,でそこまで私も知ってたんですよでも、まあ、これをね、えー、さらに時のアメリカでねかなりやっぱり、えー、アメリカのエグゼクティブ CEO だったり COO だったりそういうエグゼクティブですよね、えー、組織を束ねる人 の中でもトップ層の人に非常にメンタルコントロールをする上で、えー、取り入れられている考え方に「善」ですよね。ないことを思考する,ないことを思考する無を思考するのが善だっていうので、えー、中田さんがね解説していただいてたんですけどその中でんちょっとねあのこれは。 動画で残しておきたいので保存版ということで私の学びとしても、えー、残しておきたいのでお話ししておくと今昼間私仕事をしてるんですけど皆さんもねこの動画を見てる人はサラリーマンとして頑張ってると思うんですよめちゃくちゃ頑張ってるめちゃくちゃ頑張ってるけどそれは本当に幸せに向かってるのかっていうことですよね本当に今の頑張りが幸せに向かってるのかじゃあ日々うーん働きますよね ライスワーク、ライクワークっていう話を、えー、年末に私講義として、ヨシクアカデミアの、えー、グランドオープンの時の講義でも言いましたけども、ライスワーク、食べるための仕事として昼間の仕事を私やってます。で、ライクワーク、人生を豊かにするための仕事は、えー、こうやって動画を撮ったりすることです、はい。で、昼間の仕事の延長線上に、じゃあ幸せはあるのかって言ったときに、 うーんどうでしょう昼間の仕事めちゃくちゃ一生懸命頑張ってますよねめちゃくちゃ頑張ってるどう頑張ってるのかというと満員電車に乗ったり朝早く起きて眠い目をこすってうん出勤するわけですよ出勤するわけで頑張ってますよね世の中のお父さんお母さん働いてるお父さんお母さん、まあ、働いてなくてもね子育てしてるお父さんお母さんめちゃくちゃ頑張ってる頑張ってるけどじゃあ未来 明るるい未来が待ってるのか今の自分のレールの上頑張ってるレールの上に将来じゃあ1年後2年後すごく豊かでそして心が豊かで心が幸せで物理的にもお金の収入面でね非常にんでしょう悩みがなくなるっていうのが今の延長線上にあるのかっていうことを考えた時にはたとね自分の昼間の仕事を考えて 給料上がらないんですよ。同じことやってても。じゃあ幸せになれるんですか悩みがなくなるんですかっていうのを本当に自分で考えて禅、まあ、じゃないですけど禅問答禅でね無を思考するっていうことではないですけど、まあ、それに近いものですよね自分で考える。 じゃあ本当は何がしたいんだろう何をすれば幸せなんだろう何をしてる時が一番幸せで没頭できるんだろうっていうことを考えてみるこの3連休ねぜひ、えー、中田敦彦さんの「ん全中田敦彦全で、えー、YouTube で検索すれば出てくるのでぜひねあの学んでみてでそして、えー、アメリカのね、えー、IT, を IT 革命をしているガファ a とかのね、やっぱりエグゼクティブの方々は善っていうのをしっかりと取り入れて無を思考するだったり、うん、やっぱり善っていうのは、うん、このきっかけがあってスティーブ・ジョブズですねアップルコンピューターのスティーブ・ジョブズが善っていうものを取り入れたんですね取り入れてメンタルコントロールをしてるんだということでメンタルコントロールですよね全ては心が先現実は後ですから心を整えて現実を良くするそれをジョブズはもう分かってるんですよね。 たくさん学ん学でますからじゃあ私たち凡人が何をしないといけないかというとこういうことを学んでじゃあやるんですよね実際にやる行動する淀川のおっさんが動画で最近言ってますけども行動するんです行動行動しないと変わりませんこれは私もずっと分かってたけどできなかった分かって分かってたけどできなかったじゃあなんでできるようになり始めたのかというと仲間で一つの目標志を 持っっててそれを達成しようってチームでやってるからです、はい、ではね、あのー、すごく気づきというかじゃ幸せのためにどうすればいいんだ善とか、まあ、いろんな要素いろんなこと言いましたけども本当に自分の幸せのためにこの3連休をね、えー、使って考えてみるのはいかがでしょうかということで最後までご覧いただきましてありがとうございます。